ください。ヘリオンさんいますか？どちら様ですか？オディエソ왔어요？일본에서왔어요。誰？じゃーん。え、ユキ。何なんですかこの姿。どうですこれ似合う？似合うけどかっこいいけどこれ何？このコスプレ？これね、イヌヤシャっていう漫画に出てくるねキャラクターなんですよ。いやーかっこいいねこれ。そう、こう見えてもね僕剣道やってましたからね。じゃ剣道いやいや。はっ、うん、やっ、かっこいい、うん、ひゃじゃん。これを着て電車に乗りますか？これでだって飛行機でこれ着たもん、うん、パスポート見せるときにね2時間ぐらいねいろいろ聞かれたんだけど それでも脱ぎませんでした。いやはい、いやそれで入れるんだ。それで入れたね、うん、最近韓国と、ね、日本の文化の国境というんですか。そうですね、それがあんまりないと思いますよ。そうですね、こうやって韓国のタレントさんが日本に行って活躍したりとかね、はい、それは、うん、いつからですか。韓流のブームがあってヨン様とかイ・ビョンウォンとか、うん、ジャン・ドンゴンさんがすごく、ね、人気があって、うん、今はね歌手とかヘロもね今活動してるじゃないですか。そうですね、コメディもなんか最近はなんかギャグマンとかも行ったり来たりするんですよ、本当にね、はい、もう国際化がどん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 進んでるって感じですよね。いやそれは本当にね、いい意味、いい意味だと思います。本当にいいことですよ、それはいいことですよね、はい、で本当にねその韓国の中でも、はい、リッテル独協がありますよ。リトル東京、リトル東京、あどこだったかな。その、今ゆうきさんの周りの人も日本人が多いんですか？結構ね日本から来てる人いますけれどもね、はい、あのね日本人が集まって住んでるところがあるって聞いたんですよね、うん、でどこか知ってますか？知ってますよ。どこですか？ですね、それはもう説明してあげます、うん、でもちょっと目が見えない。あちょっと半分ぐらい寝るんじゃないかなと思いました、ごめんなさいごめんなさい。こうやってね見える、こうやって話しますから見える。じゃあそしたらヘリオンが紹介します、はい、韓国の中でリットル度胸があります、はい、リットル度胸の日本もあるんですけど、はい、韓国の中では全世界が集まっているんですよ。え本当に？どういうこと？それを私が地図を見ながら説明してあげます。地図？ちょっと待って、はいはい、おこっちです。すごい、本当にあった。ここソウル市内ですよ、はいはい、でここハンガンがあるんじゃないですか。ありますね。でここがソレマウ、ソレマウ、ソレ村ですよね。ソレ村、ドンブイチョンドン、ここが日本人がよく暮らしているところ。そう、イテウォン、ハンナムドン、ヨニドンなんです。あここに外国人がいっぱい住んでるんですか？そうそう、ソレマウル、ソレ村は、はい、フランス人が住んでるんですよ。へえ、ソレマウルにフランス人が住んでる、はい、そうそうそう、それはびっくり、それはびっくり、はい、ダジャレですよね、はい、ダジャレ、はい、でドングイチョンドンが日本人が暮らしてる。あ日本人、はい、ね、でああハンナムドンが、ああイタリア人です。おイタリア、カルボナーラ、ペペロンチーノ、モラカーノ、ワグラーノ、ワグラーノ、そう、それでねここでヘロンがもうおまけ、おまけ、おまけっていうか本当に美味しいものを教えてあげます。いいですね。チーズプラス美味しい店も教えてあげます。本当、とりあえず、楽しみ、ね、楽しみ。イテウォンですごく有名なものがありますよ、はいはい、何ですか何ですか。これです。これは、串で入れた何て言うんですかこれ、焼き鳥。美味しそう、美味しそう、はい、しかもこのソレマルはワインと、うん、あフランスのその美味しいものが多いですよ。なるほど、フランスですからね。そうですよ、美味しいですよ。しかもそのハンナム、ハンナムドンに行ったら、はい、イタリアのスパゲティがすんごくあります。スパゲティ、そう美味しそう、ブワンマン、美味しそうですね。おっそれみーよ、それみーよ、いいね。でもねそのドンブイチョンドンに行ったら、はい、日本の美味しいものがいっぱい
ぱいあります。そうなのよ。日本のラーメン、日本のうどん、日本のとんかつ、うん、日本のもう豚骨ラーメン。豚骨ラーメン。もう納豆もありますよ。納豆もあるしね。それでこう中国の料理は日本人に行ったらあります。あ、いいね。じゃあこうソウルにいながらにして世界旅行ね、いろんなものが食べられるってことですね。そうですよ。ここいっぱいあるしね。こう思うと。地に行っても美味しいものいっぱいありますからね、楽しみに。そうなんだ、はいはい、いいですね、はい、いいですよ。これは終わりです。韓国で暮らすことはどうですか、うん、そうですね、あのね、やっぱり日本と韓国っていうのは近い国だけれども、はい、いろんな微妙な歴史があるでしょ、はい、で最初は結構心配してたんですよ。何何何、で日本人だと言ってなんか嫌がられるとかね、はい、そうですね、じゃないかなとか最初思ったんですけど、うん、でもね逆でした。逆にね、僕が일본에서 왔어요 日本から来ましたって言うとね、うん、僕にすごく親切にしてくれる人が多くて、うん、やっぱりね個人個人ではみんな優しいんですよ。そうですね、韓国と日本、韓日っていうんですか、はい、そうですね、韓国と日本がサッカーをしたらなんか盛り上がったり、すごい盛り上がりますよ。そうですね、みんな卓球とか、野球とか、野球とかね、そうですね、でもね、うん、本当にそれは、なんていうんですか、いい競技じゃないですか、うん、試合ですから、それこそ面白いと思います。そうね、そういうことにあんまりこう、はい、そこだけ見て、ああ韓国人は日本嫌いなんだとか思わない方がいいですよね。そうですね、このコスプレも韓国人見たら、うん、もうかっこいいと言うんですから。本当、はい、うん、ここでなんかいいでとかね、どんぶいちょんどんとか言ってください、今日。아本当ですか？한국좋아요？아우정말좋아요한국정말좋아요일본좋아요아이いいですね한국도좋아요일본도좋아요すごくいいです、いいです、いいですね。このコスプレも一回私も貸してくれますか？本当？これ着て何？いや運動します？これ着てね、アラリショみたいアラリショAnnyeonghaseumnikka, Arari Show의 Arari입니다. 오늘은 여러분과 함께 한국 문화를 배워보는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 번째 초대 손님을 모셔보겠습니다. 어디 계신가요? 첫 번째 초대 손님은 공짜 여행 전문가 마이클 씨입니다. 한국 사람들도 여러분이 오는 것을 환영하고 있군요. 마이크 씨는 한국에서 공짜로 여행하는 법에 대한 책을 쓸 예정입니다. 마이클이 무엇을 하는 것일까요? 벌써 전문가답게 한국 생활에 대해 준비를 하고 있는 것일까요? 무엇이든지 전문가 마이클의 관심을 벗어날 수는 없습니다. 네, 드디어 여러분이 한국 땅에 들어오게 됐습니다. 실감나시나요? 지금부터 설레는 기분으로 내릴 준비를 하겠습니다. 아니 이게 뭡니까? 비행기가 미처 멈추기도 전에 모두들 일어났네요. 당당한 마이클의 모습. 공짜 전문가 마이클이 한국에서도 성공할 수 있을까요? 아, 그러나 한국 사람들 성격 아주 급해 보이는군요. 오호, 우리의 마이클 정신을 차리기 힘든 모양인데요. 아니, 이게 무슨 망신입니까? 마이클, 한국 사람들이 다 쳐다보네요. 이럴 때 준비한 표현이 있지요? 한국말 몰라요.
네, 재치 있는 표현입니다. 낯선 사람에겐 호의를 베풀기 마련이지요. 아니, 아닌가요? 한국 사람들은 이럴 때 화를 낼까요? 어허, 이건 무엇입니까? 네, 그렇군요. 성격은 좀 급하지만 남을 도와야 할 때는 적극적으로 도와주는 이들이 바로 한국 사람들입니다. 자, 감이 오시나요, 여러분? 오늘 배운 표현 같이 정리해 보겠습니다. 난감할 때 쓰기에 좋은 표현이지요? 한국말 몰라요. 한국말 몰라요. 다 같이 배워볼까요? 한국말 몰라요. 발음을 더 나쁘게요. 한국말 몰라요. 다른 중요한 표현도 배워볼까요? 저는 마이클입니다. 저는 마이클입니다. 마치겠습니다. 이야, 뭐 한국인 뭐 신세치ですね. 또 신세치な人多いですよ. そうでしょ. 보디 랭귀지. 네. 전부 다 통하는잖아요.ですか. 그その例えばね, 아메리카, 네, 아메리카의 영어とか, そのフランス語とか 知らなくても 보디 랭귀지だったら 전부 통하는데요. 또 例えば 토일에 行きたい 때, 어, 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 なんかお腹すいた。お腹すいた感じで。ああ、そうか。そうでしょ。ボディラングですね。ボディラングしてる。僕ボディラングしますよ。はい。ちょっと待ってよ。私僕帰ります。帰ります。バイバイ。ダメダメダメ。いたらダメ。そのコスプレください。ちょっと。それ欲しいから。いや、すごくない？かっこいい。これでしょ？いい。あ、